どうも、阿部達です。今日はですね、こちらででん、不二家大人のルーク、ローク、これなんて読むの、なんて読むの、こちらですね、不二家大人のルーク、ロック、ロックかな、はい、濃いイチゴ。こちらは、まあ、通常のね、ロックの、まあ、濃いバージョンってやつですかね。濃厚なイチゴ果実の味わいって書いてあるんですけども、まあ、こういう系結構前にも僕何個か紹介してて、で、これたまたまコンビニ行ったら売ってたんですけど、これの他に実は、まあ、後日動画で紹介するんですけど、まあ、こういうやつとかね、こういうやつとかあったんですよ。まあ、これは後日、動画でね、レビューしたいと思います。とりあえず今日はこちら、こっちね、これは比較するほどのね、あれではないと思う。食べたらわかると思います。ちょっと開けます。え、どうやって開けるの、こう合ってる、はいはいはい、開けました。ここはなんだ、この余白はなんだ、この、なんだこれは、この、あれはなんだ、よくわかんない。まあいいや、じゃあ、1,2,3,4,5,6,7 8個しか入ってね、マジか。あ、でも大きい、1個が大きい、ほら、大きい、ほら、でかっ、1個が大きい、これあんま持ちすぎて溶けちゃうね、あんま大きいな。いただきます。後ろのやつでちょっと、ちょっと言っちゃうんですけど、こうね、まず上っ面、まあ、これチョコレートコーティングなんですけど、このピンク色っぽいところ、ここが、いちごホイップクリーム、いちごホイップクリームらしいんですよ。うん、まあ確かにそういう味だなと思いました。で、ここの中心がその酸っぱい系の、なんかドライフルーツみたいに入ってるらしいんですけど、なんかね、アポロみたいな味がするんですよ。すんげえアポロの味がするんですよ。なんなんだろう、なんかちょっと思ってたよりもチョコレートが強いんですよね。だからいちごがなんかちょっと薄まっちゃってる感じがするんですよ。なんか本来のそのね、いちごの濃厚ないちご果汁の味わいっていうほどではない気がする。はい、というわけでこちらの大人のロック濃いいちご10点満点10ポイントは6点でお願いします。あのね、何なんだろう、やっぱね、その期待とは違った味っていうのと、やっぱこの値段でこのパッケージでなんかアポロっぽい味だったっていう、なんかちょっと残念感がありましたね。まあちょっとね、この僕のこのコメントだけでこう伝わりづらかった部分も結構あるんで、もし気になった方はね、コンビニとかで売ってるんで、ぜひ、ちょっと食べてみてください。多分アポロって言うと思います。というわけで以上、大人のロック濃いいちご味でした。バイバイ。見た感じ、完全にこうただのポップコーンにこのキャラメルのソースをなんか塗ったみたいな感じ。